はい、てなわけでウェピーです。今日はですね、新しいウェピーファミリーを迎えにゴールドコースト空港へやってまいりました。ようやくね、国際便も飛び始めたということで、もう今ね、ゴールドコーストはね、国際便のフロアは新しいね、綺麗な、待合のね、待合室、ロビーターミナル新しくできてますんでね、そっちですよ皆さん。それでは早速新しいウェピーファミリーを迎えに行ってみよう。イエーイ。おはようございます。はじめまして、ウエピーです。早速ちょっと回させて回ってます。ちょっと時間かかったね。なんか荷物出てくるの結構遅くて、でも入国審査とかはスムーズに。あ、ほんと。じゃあちょっとゆっくり外でお話伺いましょうか、はい、よろしくお願いします。めっちゃ日差しが強い。日差し強いでしょ。、そう、30度になります今日は。めっちゃいい天気。めっちゃいい天気です。じゃあ今日はですね、いろいろもう初日からサポートバリバリやってきますんで、これからね、サーファーズパラダイス車で向かってきます。はい。何キロに収めてきました？これは、キャリーが25.5で、こっちが7。あれ？そんなに多く、びっくりすることは多くない？うん、平均、まあ、平均やや上ぐらい。やや上か。平均やや上。スーツケースの色がいいね、その見つけやすそう。そうです、すぐ見つかる。そうそう、やっぱ黒とかね、白だとね、多いんで。あ、これはナイスジャッジということで。行きましょう。今回あれだね、ジェットスターじゃないやつ使ったね。そうですね、シンガポール航空とスクート、チャンギで乗り換えるやつ。そうです、そうです。いや、チャンギは広すぎて、でもなんかご飯食べるとこもいっぱいあって、何選んでいいか分からへんくて、最終一風堂食べました。あ、そうなん。いいな。まあなんかこれから食べれへんなったらなと思って最後に食べときました。いや、最後がじゃあ一風堂と。はい。あ、それは非常に羨ましい。機内食どうだった？機内食は、最初シンガポール航空の方は美味しかったんですけど、普通に、スクートの方は本当に食べれなかったんです。食べれなかったね。え、なんかあれってご飯ついてない人たちはなんかお金払って買ってはったんですけど。あ、いや、そう、だからそれも俺もよくわからなくて、みんなもう自動的になんかね、ご飯がね。そうなんですよ、なんか自動的に出てきて、あるみたいな。そうなんですよ、なんかお金払って買ってる人たちの方がなんかメニュー見たら美味しそうでした。あー、そうなんや。スムーズでしたか？入国検査はもうパスポート入れて顔を承認して、で、なんかでも紙書いてたの、飛行機の中で紙書いてたやつも渡すだけで、何もスムーズでした。あ、はい、人と喋る系はなかった？人と喋る系なかったです。はい、なんか人がいるブースと自動的なブースが2個あって、そっちがなんかに反応してくれた。まあ2つあって、でもほとんどはそのまあフェイス、何、顔認証的なやつの方だけで終わりました。で行くっていうですね。荷物チェックとかも何もなくて。荷物チェックなし。はい。お、なるほど。結構ね、厳重な時は厳重にあるんだよ。うん、開けさせられたりとかってあったりとか、犬がクンクンしに来たりとか。そうなんですね。そうそう、全然。じゃあそこスムーズだったんだね。はい。サーファーズパラダイスに着きました。でも、あ、嬉しいね。これからね、早速携帯をもう買いに行っちゃいます。あ、動きましたね、早速。はい。自分じゃこんなサクッといけてない。サクッといけないもんね。よかったです。10分ぐらいで終わりますね。10分で、ものの見事に。ありがとうございます。はい、これで、ま、迷子になることはないと。はい。真ん中、それここに。はい。あ、これあるあるなんで、もう一回。危ない。はい、これでバスとトラムと乗れますので。はい。はい、てなわけであっという間にね、
いろいろともう揃っちゃいましたと。で、今もうなんだ現金もゲットして、しかもその現金を銀行口座開けて、口座開設して入れてきたと。で、携帯も繋がってるし、ここを一人でやるようなことには多分1週間ぐらいかかりそうな勢いのことをありがとうございます。コメントまでいただいてめっちゃ人多いですね。そうね、人多いです。夏なんで、真夏なんで。いつまで夏なんですか？3月ぐらいまではかなり暑いですね。どうですか、目の当たりにして。やっと実感が湧きました。やっとね、これを見て。そうやね。なんかお土産を持ってきてくれたということで。ご飯のお供です。ご飯のお供。じゃあちょっとなんかこれはじゃあ開けてびっくりということなんですね。ちょっと拝見させていただきましょうか。ごめん、ちょっと嘘言ってるかも。すごい。見て。ほら、いろんな。すごい。ほんとご飯のお供。ご飯に入れるだけでいいので。あ、ちりめん、これ見たいね。はい、はい。やったー、ありがとう、でちゅー。ねー、よかったね。モンスター御用達ということで。すごいでしょ、これ。こっちやばいっすよ、日本のと違いますからね、やっぱ。成分が強いっすからね。あ、ほら、これがさっき言ってたさ、マザーってやつもある。うん、はい、結局はね、はい、買いましょうね。めっちゃ大きいサイズ。インフォーラムエデュケーションさんですということで、なんか学校に対しては意気込みありますか？うん、ちょっと英語は上達したいなと思います。お、じゃあ頑張りましょうね。頑張ります。じゃあ見に行きましょう。でもこれ素敵でしょ、なんかこのいい感じでさ、めっちゃいい、この好きなんですよ僕、このなんか自然な感じ。うん、あれ、ドライヤー持ってきたんですか？マイドライヤー。あ、これはなんか見覚えがある光景なんですけど、これは日本から持ってきたんですか？そうです。どうなりました？使ったら燃えました一応変圧器も持ってきてるんだけど、これ使ったら今度はどうなりました？使えなくなりましたこれ電気屋にこれがあれば大丈夫って言われたでしょ？そうですね、そう、好きですね。一般の変圧器、はい、とあの変換プラグを合わせて、はい、ドライヤーをつけるんですけど、はい、なんと電源までは入るんですけど、つきません。あら、残念残念ねえ、あのよくね、持ってきたドライヤー使えないあるあるがあって、結構私の動画でもダメだったみたいなのあるんですけど、これはもういけそうな。お店の人が、うん、使えますって言ってます。本当？いつもお店の人そうやって言うんよ。それで本当？大丈夫かな。さあ、使えるかな、使えるかな。あ、使えたちょっと宣伝しようか。じゃあこれはいけたよっていう、見せてもらっていいですか、ドライヤー。ん、この、あ、モッツヘアだ。知ってますか？うん、知ってる。なんか店の人におすすめす。私のおじさん時代、これ爆発的に人気になったやつありましたよ。あ、じゃあこれはいけると。よかったですね。実証済みでーす。乾杯。どうでした？その今日ゴールドコーストで来てね、もう怒涛でいろいろバタバタやって、もうなんとシェアハウス
決まったということでね。なんとかね、決まりましたね。シェアハウスが本当に難しいなと思いました。難しかったか。結構ね、なんか不安になってたと思うんだよ。でも俺 ずっと車の中でさ、で、はい、言ってたじゃん。大丈夫やって言って俺が言ってるやん、ね、明日からどうしてこ行こうみたいな。ずっとだからもうでもそうなったら最悪ホテルみたいなとこ探すしかないですよねみたいな。いやそんなことならないからって大丈夫って俺はもうずっとさ言ってんだけどさ、最悪もうこれから明日泊まるホテル探そうと思ってます、うん、そうだからもうそれは大丈夫で、いや見つからなかったので明日からちょっとホテルで頑張ってくださいみたいな自力で切り開いてくださいみたいなないですからみたいな。ワーホリのそのオーストラリアのビザ取るのにも、うん、なんか仲介して、うん、結構お金ねそこで発生したりとか、うん、でもそうなんかこれだってますかとか言って、うん、あそれでもう取れてますよみたいな感じで教えてもらって自分で簡単に取れたんで、そうなのよ、はい、あんなのにお金払っちゃダメよみんな普通に考えてたらダメよっていうかね。だからまあ他力本願の極みみたいな人たちいるからいやでも僕はだってそういう人たちはそれじゃダメだよっていうことを言ってる人だからもう言うんだけどさ、だからまあ結局だからいつも何回でももう言うんだけど自分でやらなきゃ結局こっちでやっていけないから。だってその日本で大金を払えたエージェントさんについてきてくれないからねこっちで。おはようございます。昨日はよく寝れましたか？めっちゃ寝ました。およかったよかった。どう疲れは取れた？だいぶ元気になりました。元気になりました。モンスターもう残ってない？モンスターはもうすぐに切れてるんですけどおまかりあるのかもしれない今日はですね、まあ、買い物行くのと、まあ、ウェピー講座がメインかな、でいろいろ今日ファームのこととかも話したり、仕事探しのやり方とか、まあ、そのための、手続きみたいなやつの話をしていきますという感じですね。だから今ね、仕事探しのねこうやり方っていうのをネット戦地上戦とかねいろいろ教えたと思うんですけど、いけそうですか？なんとなく、うん、いけそうな気がします。いけそうな気がします、はい、いや、いけるよ。なんか、余裕余裕って感じで、なんか1週間ぐらいで見つけられたらなと思います。ほら、1週間ぐらいで見つけられたらなんだよね、うん、いうことが違う、ウェピーファミリーは、うん、1週間で見つけようとしないもん、普通でも本当にやろうと思えば見つかるよ、このやり方でやったら、うん、全然、うん、で、そしたら次は、まあ、ファームもね考えてるっていうことなんで、ファームのことを教えていきますね。今ね、まさに夢のサードビザのシナリオをお伝えしたんですけど、うん、どうですか、僕の提案。最強すぎます。最強すぎる、はい、そう、最強でしょ、これ。自分では発想なかったので、うん、発想なかった、うん、なんか6ヶ月、うん、もう地道にそれしかないと思うんですけど、うんうん、なんか旅行感覚で、うんみたいな、うん、めっちゃいいと思う。めっちゃいいですよね。めっちゃいい、うん、はい、っていうわけであっという間にウェピーサポートが終わりましたが、いかがでしたか？いやすごい、もうこの2日間 でこれから一人で生活できるノウハウとか支援を全て教えていただきましたそう言っていただけると、はい、非常に嬉しいですねあ、ということでもうノウハウをしていけそうですか？なんとか、なんとか、はい、何かこれから来るワーホリの人とかにメッセージとかありますか？そうですね、私もそうだったんですけど、うん、今なんか社会人として働いて、うん、何不自由なく生活してて、うん、楽しいけど、でもなんかやっぱり海外に住んでみたいなっていう気持ちがある人は、うんうん、なんか人生一回きりなので、ぜひ自分の気持ちに嘘つかず、うん、行けるときに行ってほしいと思います。素晴らしい、これぞウェピーファミリーの真髄ですねそれではこれからゴールドコース楽しんでください。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。